クリフォードさん、どうしたの？そんな静かに入ってきて。フィーが寝てるかもしれねえと思ったら、どうやら静かに入ってきて正解だったぜ。フィー、今日は特に元気ないのかも。いつもは誰か来るとすぐに気づいて起き上がるのに。いや、多分そうじゃねえさ。そうならねえように俺が気配を消してきてるからだろうな。そうだったの？起きたらどうしたって疲れちまうだろ。そんなの俺は嫌だからな。じゃあ俺はもう帰るさ。もう帰っちゃうの？まだ来たばかりなのに。フィーの様子を見に来ただけだからな。静かに寝てるのを見て安心した。俺は元気なフィーが好きだね。早く元気にならないと。もう俺のパートナーに誘ってやらないぞ。そっぽ向かれないのが寂しいなんてちょっと変だよな。ごめんねクリフォードさん、今は寝てるから。あ、分かってるさ。おう、どこに行く？ここならのんびり行けそう。今度の冒険では何と出会えるんだろう。素敵なもの、いろいろ見たいな。砂袋買ってアトリエに置いときゃいいのに。そう、こんなのも錬金術師にとっては素材になるのかしら。が喜びそうかも。そう、この草は薬になるから錬金術でも使えるわね。これいいんじゃね？燃えろー！あ、これ使えそう。集めればきっと遺跡の謎も解けるはずだよね。なんだこいつらかよ。当てる。連続よ。そこ当てる。そこ正
大丈夫よ、行くよ、そこ。おりゃ、僕に任せて。カオ、気圧だ。吹いて。そこだ、よっ。飛んでけ。勢いは止めない。これでどうだ。ほらよ。カオ、呼吸の前。当てるんばするよ。そこせーの、まず行くよ。どうだ。ほらよ。はっ、最初勝負よ。楽勝楽勝。さあ早く進もう。ちょっとは成長できたかな。いやー、これうちの対象だとかなり高値で取引されてるものだよ。本当にこれが原石なのか。俺にはただの石にしか見えねえよ。これも素材になっちまうのか。くれって無理だろうな。薬の調合って結構するから少し多めに取っておこうかな。これって、あ、いやいや、そういうことじゃないか。これってライザさんに持っていけば使ったりするのかしら。えい、あった、これこれ。綺麗な花だけど。あった、これこれ。素材に使わせてもらうよ。もっと集めなくちゃ。これだけじゃ何もわからないし。見るだけじゃなくて素材に使っても花をめでるうちには入るよな。よーいしょ。ちょっとで何か分かりそうなんだけどな。どういう意味かな。何か変わったものはあるかな。また見に来よっと。当てる。ライザー、
射いくよ、連続よ、当てる、連射、そこ僕に任せて、ライザ、いけるか、当てる、風よ、吹いて、背中は任せろ、はっ、そこだ、よっ、当てる、飛んでけ、そこ、ほらよ、勢いは止めるな、これでどうだ、これで蹴る、一気に当てる、特訓の成果だ、おりゃまだまだ、し成果、ほらよ、連続よ、どう当てる、そこ、連勝、まだまだ、意外の一撃、僕に任せて、はっ、おりゃ当てる、し、そこだ、そこだよ、まだまだ、飛んでけ、チャンス、勢いは止めない、てるよ、これで勝っける、一気に振り返る、これが僕の剣の使い方だ、当てる、キラリ、風よ、吹いて、成果、当てろ、どうだ、いっそこ、ほらよ、まだまだ、逃がさない、僕に任せて、当てる、レッド、行って、そこ、はぁ、あ、まだまだ、逃がさない、表へ一撃、食らってみるか、食らえ、せっ、おりゃ、はっ、ずっとで、まだまだ終わらねえぞ、とどめだ、うわー、おい、アインチェルカンプ、レッド君、フェリーにしとるから、そこだ、当てる、ライザ、行くよ、連続よ、そこだ、私たちの勝ちだね、本当にこれ手がかりになるのかな、ティア、あれ、ライザが欲しがってた草だったかも、お店に注文して届けさせればいいのに、取れた、新鮮な木の実は土の香りがするのね、確かにこれは食材じゃなくて素材ね、の力に触れている、いいね、ロマンあるぜ、使うと毒なものもあるらしいけど、これもそうなのかしら、そりゃー、なんだこいつらかよ、くえっと、成果、連続よ、そりゃ
せっくれ。正解は連続よ。そこライザー、少しに力を見せろ。クリア。挑戦。無理すんな。そこだ。よっ。ああ、飛んでけ。勢いは止めない。これでどうだ。その特訓の成果だよ。まだいける。最後だ。援護するよ。クライザー、いけるか。連続よ。どうだ。おりゃ、僕に任せて。そこだ。そこだ。勢いは止めない。ほらよ。どうだ。タオ、やこれ。マジで。まだいける。最後だ。援護するよ。くれ。はっ。突き上げ。手品を見せてやるぜ。ライザー、いけるか。力を見せろ。連続よ。どうだ。やっ、頑張ろう。不在の一撃。私たちの勝ちだね。まだまだ強くなれそうだぜ。一度分かったことを整理したいな。遺跡探索で何度も見てるからかな。昔より慣れてきてるかも。こういう材料については少し詳しいんだ。現地調達できる治療手段だからな。だろう、これ結構珍しいものかも。ザクザクっと。よーいしょ。僕の材料を取る瞬間ってなんか緊張するよね。ザクザク。こういう力仕事なら俺の出番だな。自由を喜ぶ植物の声に満ちている。ここは植物の楽園ね。感じなのね。カットされたものしか見たことなかったわ。ザクザクっと。うちの対象でも扱ってる材料だ。とりゃー。なんだ、余裕余裕。くれ。ちょ、正解。連続よ。とりゃ。せっくれ。うわ、正解は連続よ。ライザー、僕に力を見せろ。クリア。タオ、そこだ。よし。あっ、止めて。やっちまえ。勢いは止めない。これでどうだ。特訓の成果だ。クリア。背中は任せろ。俺の出番だな。クリア。正解は連続よ。どうだ。ちょこ、連勝。ほらよ。くれ。さあ始めるよ。戦況を変えるよ。僕に任せて。くっ、ちょ、そこだ。よし、ほらよ。飛んでけ。勢いは止めない。くれ。これでどうだ。ちょ、
倒そっちの前バスの方がいける最後だこれでこっけるよっ突きやりぶっ飛べ何を使おうか戦況を変えるよくれはっとおりゃそばせっせーた連続よほらよ何を使おうか一気に行くよ僕に任せてくれそこだちょっとはぁ飛んでけほらよくれ援護するよそうだ正解連続よくれちょライザー行けるか力を見せろレッド任せてくるのお願いどうだ私たちの勝ちだね。たくさん取っておかないとね。素材にするとすぐなくなっちゃうし。適当に持ってってみるかバックちょっと持ちすぎかもさなら大抵使えるみたいだし持てるだけ持ってってみようかしらそうだったくれちょっセーター連続よはっおりゃせっくれちょっそこだえいだファイザー力を見せろそこえそいでちょっとセクに任せてくれ援護は任せな大丈夫かそこだよっとくれちょっと飛んでけとりあえず勢いは止めないそれでどうだそれの成果だまだいけるエゴするよくれちょっセーター連続よどうだそこ連射ほらよくれちょっそこだ
まだまだ。さあ始めるよ。戦況を変えるよ。僕に任せて。くれ。ちょっちそこだ。よっ、そこだ。ほらよ。まだまだ。飛んでけ。勢いは止めない。これでどうだ。クゾウ君の成果だ。まだいける。最後だ。任せるよ。カオやっちまえ。走れ。せっ、ライザ止め。いけるか。くれ。セーター連続よ。そうだ。ほら連勝。せっ、不在の一撃。僕に任せて。くれ。はっ、突き上げ。そこだ。よっ、ドハオやっまえ。わしと突撃。せっ、まだ連動。一クリフォードさん、まだ連動。よーっ、いっけー。さっさと片付けちまうか。蹴散らせ。もう一丁。あばよ、ウソリュウト刑事。これが二頭の連撃だ。援護するよ。そこだ。はよっ、ライザー、いけるか。連続よ。そこ、私たちの勝ちだね。もっと経験を積めってことか。もっともっと強くなるぞ。ちょっとは強くなれたのかな。ちょっと持ちすぎかも。捕まえるのはいいが、頼むから食い物の素材にしないでくれよ。この手がかりからどんなことがわかるかな。どこに行こうかな。よし、行くぞ。推理をまとめてみよう。ちょっと考えてみよう。私が知ってるのは、白く輝く神木の加護？木が生きてるってこと？
これでちゃんとつながるかな。これの情報は、こうじゃないかな。私が知ってるのは、違う、何の粉だろう。これなら意味が通るかも。私が知ってるのは、この粉って何かに使えるのかな。推理開始。これの情報は、はあ、ようやくわかった。この印、星の都星ってこと？あ、いやいや、まさかね。これの情報は、こうじゃないかな。カリウドってどんな人なんだろう。これの情報は、これは、もう直せなさそう。私が知ってるのは、こんなのはどうかな。何にしようかな。どこに入れようかな。すごいのできちゃうかも。入れる場所は、次はどうしよっかな。次はどうしよっかな。入れてから考えるのもありかな。すごいのできちゃうかも。
しようか悩んじゃうな。すごいのできちゃうかも。何をしようか悩んじゃうな。すごいのできちゃうかも。さあ何を入れよう。何入れよっかな。入れてから考えるのもありかな。お、いい感じかも。さあ、何を入れよう。何をしようか悩んじゃうな。感じかも。さあ何を入れよう。入れてから考えるのもありかな。何をしようか悩んじゃうな。いい感じかも。あれを入れたらいい感じかな。次はどうしよっかな。何入れよっかな。いろいろやってみたいな。すごいのできちゃうかも。次はどうしよっかな。いろいろやってみたいな。いろいろやってみたいな。すごいのできちゃうかも。さあ、何を入れよう。しようか悩んじゃうな。お、いい感じかも。どれを使おうかな。何入れよっかな。いろいろやってみたいな。すごいのできちゃうかも。これでどうだ。入れる場所は
も。お、いい感じかも。お、いい感じかも。うまくいくかな。じゃーん、こんな感じかな。よし、これで完成。それで、あの森の霧を消せるの。あ、セリさん、来てたんだね。ライザは集中すると周りが見えなくなるのね。昔からそうなんだよね。夢中になったら一直線みたいな感じで。レントやタオ、クラウディアは苦労したでしょうね。あ、ひどい。いいの、これが私の長所なんだから。それで、その道具のことだけど。あ、そうそう、これであの霧をどうにかできるはずだよ。薪よね。ただの薪じゃないよ。あの森に炉があったでしょ。あれで燃やせば出た煙が霧を抑え込んでくれるはず。そうなの。てっきりあの花たちを根絶やしにしてしまうのかと思ったわ。いやいやいや、そんなことできないよ。それにもしできたとしても絶対にしない。そんなことしたらあの森を壊しちゃうかもしれないでしょ。そうね、私もそう思うわ。それじゃ、みんなに声をかけておくわ。準備ができたらライザも来て。どうしたんだろう。フィーフィーフィー。ねえ、どこに行くのさ。ここならのんびり行けそう。なんだか胸がドキドキする。冒険ってこういうものなのね。これでいいか？うん、それで大丈夫だよ。ありがとう。本当にこんなのでいいのか？ふっふっふん、まあ見てなさいって。ウィッウィッウィー。なんでお前まで偉そうなんだよ。これで奥に進めるようになったのでしょうか。
きっと大丈夫ね、ライザ。もちろん、私を信じなさい。どちらにしろ先に進めばわかるわ。そういうこった。ごちゃごちゃ言ってないで行ってみようぜ。ふぃ。やっぱ大勢で賑やかに冒険するのが一番楽しいな。メモメモっと。これそのまま食っても効果あるんだよな。腹壊した時に何度助けられたことか。みんな、あれ。間違いない、あれがこの遺跡の中心部だよ。他と比べて明らかに作りが違うな。まるで巨大な祭壇だぜ。あそこに他の遺跡と同じような水晶があればいいんだけど。ついでにそれを作る手がかりも見つかれば完璧だね。そうだな、あれが作れればフィーの心配はいらなくなる。大丈夫、きっとあるよ手がかりも見つけてみせる。はい。今のは森の入り口で聞こえた時よりもはっきりと。あそこに嫌がるのか。遺跡の謎を解いてフィーを助けるんだ。ずっと、これからもずっと一緒にいるために。行こう、みんな。目指すはあの祭壇だよ。おう。それ。よいしょ。蜂蜜は好きだけど、蜂の巣は苦手かも。よいしょ。よーいしょ。宝石の名前とか特徴も完璧に覚えちゃった。よーいしょ。3年前の私が聞いたら驚くだろうな。もっと情報を手に入れないと。てやてや。てや。わあ、綺麗な原石。これで何作ろうかな。薬効成分のある草が必要なら言ってくれればすぐ見つけるわ。魚釣れろ。
釣れろ魚釣れろ魚釣れろはいさかな釣れろさかな釣れろなら慣れています。裁縫は貴族の仕事です、あった、これこれ。木の実だって立派な素材の一つ。取れた。何に使おうかな。ザクザクっと。確か前にこんなの取ってたような。使ってる薬苦いんだよな。錬金術で味も変えてもらえるかな。手がかり発見。よーいしょ。何が出るかな。ほっ。分かりやすい情報が欲しいな。あ、なんか分かりそうかも。この辺りの草でも錬金術に使えるのかね。新しい手がかりだ。これは何を言ってるんだろう。いや
あれ、これ俺が常備してる非常食の木の実と同じじゃねえか。ザクザクっと。苦手になるかと思ったけど、相変わらず虫は平気なのよね。やっぱり糸は苦手だよ。目が痛くなってきちゃう。ちょっと持ちすぎかも。手に入ったのは嬉しいけど、また考えるのが大変だな。あいつが聞こえてた声の正体が。皆さん、あれを。正直、戦わなくて済むならそうしたかったけど。どうやらそうはいかないようだな。こちらに気づいたみたいね。覚悟はしてたよ。頑張ろう、みんな。フィー、もう少しだけ待っててね。フィー、勝負よ。
だけど負けないよ。そこ正解レベルよ。そこそこライザー正解行くよ。連続よ。当てるよ。任せてください。そこ壁よ吹いて。そこやっそこ当てる届いて。そこ伸びろ。燃やし援護するよ。カトリック援護当てる。無理しないで。正解。そこ当てる。どうだ。そこそこ伸びろ。まだまだ巨大の一撃。任せてください。当てる。そこそこ、この組み合わせならいけるはず。これで終わりよ。当てる。そこピュー伸びろ。まだまだ。そこやっ届いて。当てる。まだまだ。そこ剣まだまだ伸びろ。燃やし尽くす。この剣が見えるよ。カトリックさん合わせて。そこ当てる。飛びなさい。貫く。待てよ。そうだ。ここレミラまだ巨大の一撃。冷たいよ。当てる。任せてください。そこそこまだまだ逃がさない。伸びろ。やっ届いて。まだまだ。カトリックさん合わせて。そこそこ援護するよ。まだまだ逃がさない。ライザ行くよ。せーか連続よ。そうだ。当てる。そこそこまだまだ巨大の一撃。逃がさない。伸びろ。冷たいよ。いけ。まだまだどいて。任せてください。当てる。そこ逃がさない。引き飛びなさい。そこいや当てる。届いて。そこまだまだ。伸びろ。まだ逃がさない。あっこけず受けつ燃やし尽くす。当てる。次の前援護するよ。見せてあげるわ。いざ、いざ。これが私の最高の一撃。飛んでけ。決める。グランシャリオ。これで終わり。こんなところかな。そこ当てる。そこ伸びろ。マイザー行くよ。始めるよ。一気に行くよ。任せてください。そこカトリックさん、そこ合わせて。伸びろ。届いて。熱き剣受けつ当てる。貫く。
そうみたいだな。さすがに今回はきつかったな。3年前古城で戦った竜とは比べ物にならねえ。でもこれで元気になってなくねえか？そうみたい。どうして？前のと比べると心なしか水晶の魔力が弱かった。あの光、魔力がフィーの元気の元ならそれが少ないってことは。マジかよ。これだけ苦労したってのにしょぼい水晶しかなかったなんて。そんな、せっかくここまで来たのに、このままじゃフィーちゃんが。そうだ、思ったんですけど、この水晶を調べたら何かわかるんじゃないですか？それじゃあダメなんだ。どういうことですか？実は俺とタオも同じことを思いついて前に調べたんだよ。でもダメだった。この水晶自体は特別なものじゃない。宝石としての価値は多少あるかもしれないけどね。そんな。まだだよ。まだ諦めない。遺跡はもう一つ残ってるはずだもの。そこにもきっとこの水晶がある。フィーを助ける手がかりだって。そうだね。まだフィーを元気にするための希望は残ってるんだ。一度町に戻ってこれからどうするか決めよう。